ここは第二次世界大戦中の日系アメリカ人の収容所だったんです、うん、日系アメリカ人の収容所ということは第二次世界大戦でここにいた日系人、敵国の人間だから集められてるとこ、うん、あそこに1942から45って書いてありますよね、うんうんうん、要するにジャパニーズアメリカンリロケーションセンター、ほなものすごく辛い思いしたんや。そうなあ、こういうところがね、うん、アメリカの国内に何か所もあったそうですよ当時。当時は結構当時の本とか読むと、うん、やっぱりもう突然、うん、そういう命令が出て、うん、こういう呼ばれて、もう持っていく荷物も限られて、うん、制限されて突然連れてこられて、だからなんかやっぱしあるんですよね。今日が初めて雨降ったじゃないですか。ちょっとだけな、はい、あれは涙雨やな。ちょっとほんまね、涙雨みたいにちょっと降って、そうですよね。ほんでまあまた頑張れって言うてずーっと上がったもんな。不思議やな、ほんまに。今日なんかでも絶対もう雨や思ったでしょ。ざんざん降りだと思ったけどね。ですね。そうじゃなかったよね。ほんまに細かい雨がねえ、不思議ですね。ちょっと不思議なことが起こりすぎますよね、本当に、うん、ここやな。ここですね。ここへみんなが収容されてたわけか。そうですね。これがまあ収容されたところの地図ですかね。あ、これが全部入ってた。はい。量や。560個あったいうことか。そうですね。建物そうですね。建物。はい。なあ。わあ、ここにやで。あ、今の段階な。そうですね。人数はこれの裏に書いてあったよ。わあ、こないして、ああいう学校も与えられることは与えられてたんや。先生もいて、そうですね、でもみんなでこんな生活してたんやろな。この荒れ地だったんですね。なあ、この荒れ地をうまいこと開拓してなんか物作ったりとかいっぱいしてたんやで。わ、これや。ここへみんな住んでたんや。11万人。まあまあいろんな辛いこととかな、苦しいこといっぱいだと思うね。ほんまに。お願いしよう。東京オリンピック。皆さん、皆さん。2016年に東京にオリンピックが来ますようにパワーをください。お願いします。こう持ってくれ。ちゃんとこうそれもあかんやろ。みんなのパワーをもらおう。みんなのパワーをもらおう。もらおうぜ。もらいましょう。11万人のパワーをいただきましょう。ありがとうございます。ねえ、本当にもう、でもほんまに今日涙雨やったな。朝の時だけね。うん。なあ。はい。その涙雨がぴょっと上がって、雨も降れへんなんだもんな。はい。そしたらここに導かれるように。そうやね。
これはぜひともやっぱりお願いせなあかんやろ、みんなのパワーを。そうですね。